北東部地域は、ブラジル北東部の地域。現地ブラジルのブラジルポルトガル語では、しばしばターンに、ノーズシティノルデス地と呼ばれる。2016年の人口は5691万5926人で、全国の27.6%を占め、5地域中2位。面積は155万8196平方キロメートルで、全国の18.3%を占め、 ご地域中3位。アラゴアス州、セアラン州、セルジペ州、バイイア州、パライバ州,イ州、ピアイ州、ペルナンブーコ州、マラニョン州、リオグランデドノルテ州の九州からなる。最大都市はサルバドール。ブラジルで最初にポルトガル人や他のヨーロッパ人に征服された地域である。独特の方言や伝承を含む文化、料理、音楽、文学等を持つ。 住民の58%が1日2ドル以下で生活している。北東部地域の気候区分1、一中北部にセルトン、3アグレステ4、ゾウなど待った南部から東部に向かって、サンフランシスコ側が流れる。全域が熱帯に含まれ、カーティンガや大西洋岸森林、カンポセハードが広がる。気候は暑いステップ気候で、カーティンガでは乾燥、セハードでは中程度で、 大西洋岸では湿っている。中北部は北東部地域の北西部を占める。アマゾン熱帯雨林とステップ気候で厚く乾燥したセルトンをつなぐ。が該当する。ポルトガル語のサー島の第一の意味はアジアや南米のバックカントリーやアウトバックを指す。ブラジルでは16世紀初頭にポルトガル人が初めて南米に到達した海岸の広廃地を指す。 地理的には、ブラジル高地の一部をなす低い高地を指す。セルトンのほとんどが、海抜200から500メートルで、東の最も標高の高いボルボレーマ高原で、半乾燥のアグレステにつながる。西には、イビアパパ山がそびえる。が該当する。セルトンは赤道に近いために、気温の変動が少なく、典型的な熱帯である。特に西部は極端に暑い。 ブラジルの他地域に比べて降水量がとても少ない。南大西洋の熱帯収束帯がほぼ通年に渡って覆う北部はほぼ常に乾燥している。セルトンのほとんどで年間降水量は500から800ミリメートルだが、北の沿岸部のホルタレザでは1300ミ、mm、リメートルに達する。雨季は西部で1から4月、東部で3から6月だが、 変動が激しいために壊滅的な干ばつが多く発生する。西のセルトンと東の森林地域に挟まれる。貿易風が絶壁で止まるため内陸に行くほど降水量は減少する。熱帯雨林を保つほどの雨量はなく、降水量も不安定である。今日では灌漑が使用した牧畜が盛んである。北から順にが該当する。東部の大西洋沿岸地域に広がり、 西はアグレステである。高質で大都市が多い。森林破壊によって森が縮小している。19世紀後半までの長期間、この地域のサトウキビ栽培がブラジルの経済を支えていた。その後はコーヒー栽培が盛んになった。サトウキビは大規模農園で栽培され、農園主は大きな政治的影響力を持つ。サルバドールの歴史地区。 1985年に世界遺産になった。ホルタレザのカステロン競技場手前がオリンダで奥がレシュフェ。オリンダは1982年に世界遺産になった。バイイア州のカマサリは南半球最大の東方型工業地区があり、ブラスケム島が入居している。リオグランデドノルテ州のモソローはブラジル最大級の石油生成施設がある。 人口は2016年7月1日の値。17世紀のペルナンブーコ州の砂糖工場、ランピアン・マイヤ州は、ランピアンを5000万レアルの賞金首にした。植民地になる以前は、トゥピグ・アラニー語族の言語を話す、先住民が暮らしていた。1500年4月22日、ペドロ・アルバレス・カブラル率いる、約1500人のポルトガル人が、 現在のバイイア州のポルトセグロにヨーロッパ人として初めて上陸した。北東部地域の沿岸部はブラジルで最初に貿易が始まった。ヨーロッパ人はブラジル国を伐採し、バイオリンの弓に加工した。最初のうち先住民は香辛料と引き換えに伐採を手伝った。しかし植民地化と商業が発達すると侵略者は先住民から土地を奪い、 奴隷として農場で働かせるようになった。先住民は抵抗したが、戦闘によって劇的に人口を減少させていった。労働力減少を受けて、ポルトガル人はアフリカの黒人を奴隷として導入した。トルデシラス条約に反対するフランス王国等は、ブラジル牧を盗むために沿岸部を何度も攻撃した。1534年、サルバドールにブラジルの首都が置かれた。 1552年、ブラジルで初めてカトリックの司教区がサルバドールに置かれた。1555年から1567年、フランスはフランス領南極を支配した。17世紀には奴隷の抵抗運動が激化し、議論ボを形成した。1604年、ネーデルラント連邦共和国はバイア州を襲撃し、一時的にサルバドールを占領した。 1605年、アラゴアス州に最大かつ最も有名なキロンボ、ドス・パルマーレスが建設された。パルマーレスは最盛期には独立した共和国で3万人以上のアフリカ人が所属していた。1612年から1614年、フランスはフランス領赤道を支配した。1630年から1654年、ネーデルラントは沿岸部を占領した。 1695年、パルマーレスの戦いで、キロンボ、ドス・パルマーレスは滅びた。指導者のズンビ、ドス・パルマーレスは殺害され、遺体はレシフェで晒された。1763年、首都がサルバドールからリオデジャネイロに移った。ポルトガルからの独立運動は、北東部地域で始まった。1877年に大干ばつが発生し、セルトン住民から、 多くの盗賊が生まれた。1922年から1930年、ギャングが最盛期を迎えた。彼らは、農家や政治家、ご作人や僧侶等から援助を受けた。1938年、ギャングへの相当作戦が始まり、1940年には、かなり弱体化が進んだ。セアラー州はブラジルで4番目に、繊維産業が、 サカンレシフェのグアララペス国際空港ホルタレザのムクリペコータ地域に比べてカトリックの勢力が強い。オリンダのカーニバルモソローナフェスタジュニーナマラカトゥコルデル。文学は北東部地域でとても人気がある。セアラー州の連邦らの女性オリンダ氏による健康訓練。ありがとうございます。